力ある選手ですから、そこをしっかりと、ね、マークしたいですよね。まあ、細谷はその札幌戦で1試合のスプリント回数35回、これはリーグトップの数字を先週叩き出しました。よく走る。左へエウベル、勝田マッチアップ、カットインから打ちに行くがキックフェイント、接触があった PK、コンタクトがありました。 F マリノス PK 獲得。ここで仕掛けられるとディフェンスっていうのはね、多少届かない。綺麗に流し込みました、アンデルソン・ロペスで。ボールの勢いはそこまで強くなかったですけども、上に蹴った分届かなかったですかね。立田は長いボール左サイドへうまくつながります。小松仕掛ける、ボックス内に入ってきました。マテウス・サビオ、コースを狙ってポスト、セカンドボール川口、スライドしながら後ろ3枚、片山ダイレクトプレー、うまくサイドのスペースを取ってマテウス・サビオ、豊島、細谷、右足アウトにかけて、おっとゴール、追いつきましたレイカル。まあ、いろんな選手のこういいところが積み重なったゴールですよね。単なるエドアルドのミスではなくて、マテウス・サビオ、それから細谷の動き、そうですね、っていうの、やっぱボール持つことで時間も、ね、作ってくれますし、相手背後に抜けていくこともできますしね。長いボール、いいタッチ、エベル流し込んだ、2対1という間に再びリードです。 F マリノス、動きでこのファーストタッチですよね。ぴったりです。エドアルドからエベル、何よりエドアルドが一番嬉しそうでしたね。そうですね、すぐにエベルのところへ走っていきました、はい、そうですね。高峰から中でボールを受けました。豊島、細谷、マテウス・サビオ、スピードアップ左から越えます。シンプルにそのサビオを使ってきます。折り返し、折り返し、こぼれた、あっという間の同点劇。いいクロスからセカンドボール、豊島とポジションの中に取って詰めていましたし、まあ、そこを抜けたところに川口も来てますからね、人数をかけた非常に素晴らしい攻撃ですね。まあ、少しクロス対応に課題を残す F マリノス、一度下げたコントロール、サポート、高峰サイドチェンジ、もったいなかったですね、はい、今のところは。クロスヘッド、フロート逆転です。レイソル、片山のボールですよね、はい、このボールが素晴らしかったですし、まあ、フロートもうまくセンターバックの間取って、叩きましたよね、ヘディング、叩きつけた分入りましたかね。この得点が入る前にすでに井原監督は中村圭太を呼んでました。落合は内側にポジションも取っています。あっとコントロールが長い、立つだけ、あっと引っ張ってしまいました。イエローカードが出ます。おっと、まあ、思わず、それ以外のところでも攻撃のところはね、いいシーンたくさん作れてますからね、はい、水沼、柔らかいボール、アンデルソン・ロペス、追いつきました。 F マリノス、ピンポイントクロス、しっかりと流し込みました、アンデルソン・ロペス。これ合わせるのは簡単じゃないですけども、見事なボールと、アンデルソン・ロペスも少しね、体外に逃げながらですけども、よく叩きつ、やはりこの人のクロスは正確です、奪って三つ丸、フロートへ、当たったボール、三つ丸拾う、ボールが空いている、ミドルシュートに行く、あ
トがあって細谷が倒れてます。これはファールなし。マルコスジュニオール、アンデルソン・ロペス、マルコスジュニオール、宮市気持ちで押し込みました。まあ、マルコス・ジュニオールもそうですね、うん、アンデルソン・ロペスにパス出した後に止まらずに動いてたんですよね。そこにボールがこぼれてきましたし、そこで落ち着いてマイナスのボールですよね。どうしても前に入れたくなるんですけども、そこの冷静さ。打ち合いを制したのは F・ マリノス。